お世話になります、一人でございます。冠の雪原で登場した素早さ種族値200のレジエレキというポケモンがいますよね。そのポケモンに関してバグが起こったと今日ツイッター等で話題になっておりましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。具体的にどのようなバグかというと、トリックルームという技があると思いますが、これは素早さが遅いポケモンが先に行動できるようになりますよね。ただレジエレキに関してはある条件を作るとトリックルームの状態でも早く行動できるみたいです。なのでね、これが本当か今回はね検証していきたいと思います。まあ、今回は相手の技を制御できるために自分自身でね2台操作しながらやっていきたいと思います。でまずは普通どうなるかを普通の状態だけで検証していきたいと思います。エルフーンはですね、普通に適当にムーンフォースで、まあ、ナットレリンでも攻撃しておきましょう。レジエレキに関してはロックオンとか適当にやっておきます。相手は硬くなると重力で素早さに影響ないやつやれました。そしたら当然レジエレキが先制しますよね、ロックオンで。当然ですよね。でムーンフォース、エルフーンが攻撃していくと、この順番が普通ですよね。ナットレイは硬くなっていく、でサマヨールは重力を使うと。ここでじゃあトリックルーム使ったらどうなるか見ていきましょう。サマヨール、トリックルーム、このまま状況を見てみますと、重力と光の壁はありますけど他は別に特に変わってないという状況です。こんな感じでね、はい、まあ防御上がってますけど関係ないと、これは関係ない、攻撃してみましょうか。じゃあ当然サマヨールが一番最初ですよね。でナットレイが2番目、硬くなる、当然そうですよね、疑問もなくというか。でムーンフォースやって、普通だったらこのように逆さになるわけですね。はい、でこいつのロックオンと、はい、こんな感じでございますと。なおエルフーンは先ほど言いませんでしたが特性すり抜けなんでいたずら心とかではないんで素早さとかに特に関係ないですからね。はい、じゃあ次はある条件を作ってねやっていく感じでございますと。でまず前提として相手は特に何もしないで普通通り行動させて、こっち側は後で追い風やるんですが、今追い風 やると切れちゃうんで、まあ、光の壁でも適当にやっておきましょう。でポットデスの方は殻を破ってからのバトンタッチをやっていきます。それで最大限まで上げることをやっていきます。なのでまずは殻を破るですね。まあ、とりあえずこれでエルフーンは光の壁でポットです殻を破って、で相手の技はどうでもいいのでナットレイは硬くなる、睨みつける、さまよると。そしたら次はどうするかというと、今ポットですは2段階ですので6段階まで上げなきゃいけないのであと2回ですね、やっていくわけですね。はい、でやりましたと。今どういう状況かと言いますと、今ポットですはこんな感じで素早さは6段階上がっておりますと。他の要素は関係ないんでね、あと光の壁とかありますが関係なしと。エルフーンはまずもう追い風をねやっとく必要があるので追い風をやります。それポットですはバトンタッチをやりまして、それレジエレキにつないでいきます。ポットですのバトンタッチで、はい、ここでレジエレキ登場しました。最強のレジエレキ、超速いレジエレキですね。でエルフーンの追い風、これで追い風ある状態でレジエレキ素早さ6段階上昇した状態を作ることができました。これがバグに必要な条件らしいですね。でそしたら次のターンはトリックルームやりたいので、光の壁で、時間をただ稼ぐだけですね。でレジエレキについてはロックオンで適当にやっときますと。でここで一応素早さ確認してください。はい、ここで必ずロックオンが先ですよね。レジエレキが一番最初に行動しておりますと。でエルフーンの光の壁がしかしうまく決まらなかったとなって硬くなるをやって、はい、サマヨール、まあトリックルームは一番最後でしょうけど、トリックルームやって一番最後にサマヨールが行動しましたと。はい、この状態で、今どうなってるかというと、エルフーンが防御下がってますか関係なくて、トリックルーム、追い風がある状態でレジエレキが、素早さ6段階上昇、他は関係ないですね。であとは、ナットレは別に特に防御上がってるだけ、でそれサマヨールは特に、別にトリックルームだけっていう感じですね。じゃあムーンフォースこいつは打っていきましょうか。でレジエレキについては一応ねかっこいい映えするサンダープリズンでもやっときましょう。で敵は、まあ、相変わらず硬くなると、まあ何だっていいんですが睨みつける、素早さに関係ない相手は硬くなると睨みつける、やりました。オッケー、来ましたね、来ました。やっぱできましたねこれ。え、やばっ、ガチやばいじゃん、できたじゃん本当に。あ、次ナットレイは行動すると、あ、じゃあナットレイの方が速くなってんだ、なるほどね。それでムーンフォースがその後に来ると、うわめちゃめちゃになってるってことだね。やっぱりそのエルフーンにはそのバグは適用されないから、エルフーンだけは遅くなっちゃうんだ。だからレジエレキだけはそれの値を超えて速くなるっていう、いやめちゃめちゃ速いじゃん
お前本当になっちゃいましたけど、これどうやらオーバーフローという現象みたいらしいですね。多分ね、それなんかプログラミングとかの専門用語とかかもしれないですけど、まあ、ざっくり言いますと、まあ、こういうゲームってある計算式があって、それを元に動いたりするんですが、その計算式があまりにも数値がその予想外すぎて狂っちゃってる、だから変な行動を起こしてるっていうことですね。まあ、つまりまあバグってことですよ、要は。でそういう異常数値みたいなの叩き出すのをなんかオーバーフローって言うんじゃないですか、多分おそらくね。まあ、とにかくまあバグってことです。はい、でちなみにですが、別のポケモンでもどうやらできるようですね。素早さの実数値がある一定の値を超えてればいいということで、まあとにかく速いやつってことですね。でフェローチェの場合は多分足りないと思うので、その実数値に、それは詳しく分かんないですけど、まあ、こだわりスカーフ持たせれば多分いけると思いますので、こいつ使っていきます。まあやり方についてはでもさっきと一緒ですね。別にエルフーンと、まあ、ポットレス出して、それでやっていくっていう感じですね。バトンタッチで、まあ、やり方は一緒なんでね、わざわざ説明するまでもないですね。エルフーンで時間稼ぎの、ポットレスは殻を破りのでやっていきましょう。はい、ここでポットレスのバトンタッチで、はい、フェローチェを出していって、エルフーンの追い風を吹かしていきますと。相手はフェローチェを見て固くなって、でサマヨールはフェローチェを睨んでくると。じゃあこっからどうするかというと、まずはですねトリックルームやってもらうので、まあ、適当に追い風でもやっといて、でフェローチェの方はトリプルキックとか、まあ、適当にサマヨールにやっときましょうか。順番はまずフェローチェから始まって、エルフーンがやって、ナットレイが固くなって、そこからサマヨールのトリックルームですね。まあトリックルームは最後ですから別に関係ないんですが、このような順番となってるわけですね、普通だったら。で今状況どうなってるかというと、エルフーンは防御下がって、まあトリックルーム追い風ある状態ですね。それフェローチェの方はまあいろいろ変わってますが、素早さが6段階上がってますよね。でこだわりスカーフ持ってると。でナットレイは防御が上がってますが特に関係ないと。サマヨールも、別に他は数値は変わってない。まあそんな状況でございます。エルフーンは何でもいいから追い風でもやっておきましょう。フェローチェはトリプルキックですね。はい、で相手は睨みつける固くなるの順番。お、来ましたね。やっぱりトリプルキックが先になりましたね。やっぱなるんだ。まあこんな感じでちゃんとねフェローチェさんキックしてくれるわけです、一番最初に。いや、やばいっすね、普通に単純に。それ倒しちゃった。で次はサマヨールのはずです。はい、サマヨールが来ました。睨みつけるで、やっぱ順番おかしくなってますね。それで次がエルフーンですよね。という感じでこの素早さのバグが起こるみたいです。他にもねドラパルトとかでもやってる人いましたので、完全に他のポケモンでもできることがやはり証明されましたね。ただ実際のところあんまり素早さ6段階積むってことそんなないですよね、多分。私対戦やってないんでわかんないですけど、あと追い風もそれに合わさってやるなんてことは珍しいと思いますので、こういう状況がね起こるかっつったらそんな起こらないかと思うんですが、まあ、結構なこれ潮の穴ですよね、はっきり言って。まあこんなおかしなこともあるもんなんですね。まるで一つのレジへ歴代総理大臣が並んでるぐらいおかしいですよね。